かつて日本人が奴隷として海外に売られていた。しかも奴隷を売っているのは同じ日本人だった。そんな歴史があることをあなたは知っているでしょうか。奴隷貿易という言葉を聞くと、多くの方はアフリカ人が連れ去られた奴隷貿易を思い浮かべるでしょう。しかし今から約500年前、日本がまだ戦国時代だった頃、日本人も奴隷として海外に売られていました。一体誰が奴隷貿易に絡んでいたのか。学校では教えてくれない日本人奴隷貿易の歴史に迫ります。どうも皆さん、こんにちは、原カンタです。冒頭にも触れたように、奴隷貿易という言葉を聞くと、かつて大勢のアフリカ人が奴隷として南北アメリカ大陸に連行され、現地で強制労働をさせられた歴史を思い浮かべるかと思います。しかし実は日本人も奴隷として海外に売られていた歴史があることを知っているでしょうか。遡ること今から約500年前の1543年、ポルトガル人が乗っていた船が九州の種子島に漂着しました。この時代はポルトガルとスペインを筆頭にヨーロッパ人が海外に進出し、各地に植民地を広げていた大航海時代です。アフリカ大陸を回り、インド洋への航海を実現していたポルトガルは、16世紀の前半にはインド洋の港町に拠点を建設、アフリカの東海岸からアジアにかけて貿易を開始しました。そんなポルトガル人が初めて日本にやってきたのが1543年の種子島漂着です。この頃から日本とポルトガルとの間で南蛮貿易が始まりました。南蛮貿易ではポルトガルから鉄砲や弾薬などの武器、さらには生糸や絹織物をはじめとした多くの物品が日本にもたらされました。その一方、日本から最も輸出されていたのが銀です。当時の日本では16世紀前半に朝鮮半島から伝わった灰吹法という銀の抽出法が広まり、銀の生産量が増加していました。現在の島根県にある石見銀山は高品質な銀を大量に生産したことで知られています。銀は南蛮貿易の主要な輸出品となりました。南蛮貿易では銀以外にも銅や刀も輸出されていましたが、それ以外にも当時の日本からポルトガル側に輸出されていたものがあります。それがこの動画のテーマでもある奴隷です。奴隷という言葉を聞くと、多くの方はアフリカ人の奴隷を思い浮かべるかと思います。原カンタのチャンネルでは何度も取り上げてきましたが、ヨーロッパが南北アメリカ大陸や西インド諸島で建設したプランテーションで強制労働をさせるための奴隷をアフリカから大量に移送していた。そのような大西洋奴隷貿易は広く知られています。しかしかつては日本人の奴隷も輸出され、海外で過酷な労働をさせられていた歴史があります。日本人奴隷貿易の話を理解するためには、南蛮貿易と同じ時代に日本に入ってきたあるものを理解する必要があります。それがキリスト教です。ポルトガル人がやってきたのと同じ時代、日本にキリスト教が広まりつつありました。日本に初めてやってきたキリスト教の宣教師がフランシスコ・ザビエルです。ザビエルは1549年、現在の鹿児島に上陸しました。ポルトガル人が種子島に漂着した実に6年後のことです。ザビエルの後を引き継ぐようにして、1563年にはポルトガル人の宣教師、ルイス・フロイスが来日します。当時の権力者であった織田信長からキリスト教を布教する許可を得たフロイスら宣教師たちは、京都や西九州を中心に布教活動に取り組み、日本でもキリスト教徒の数を増やしていきました。1582年には織田信長が本能寺の変で亡くなりますが、その後継者になった豊臣秀吉は、当初は信長と同じように宣教師たちによるキリスト教の布教活動を容認します。その背景にはポルトガルとの関係性を維持し、南蛮貿易の利益を得続ける狙いがありました。しかし当初は信長と同じ路線でキリスト教の布教を容認していた秀吉ですが、この後にも詳しく説明するように、その後キリスト教の布教活動を禁止する政策に転換します。その間一体何があったのか。当時のポルトガル人たちは九州地方の港町を拠点に活発な貿易活動を行っていました。同時にポルトガル人たちはキリスト教の布教活動にも熱心に取り組んでおり、西九州地方を中心に多くの日本人がキリスト教に改宗していきます。この時代には権力者である各地の大名の中にも宣教師から洗礼を受けてキリスト教に改宗し、キリシタン大名と呼ばれる者が現れました。なぜ彼らはキリスト教徒になったのか。それは
キリスト教に改宗し、その見返りとしてポルトガルから軍事的な支援を受け、他の権力者との戦いに勝利するためでした。例えば現在の長崎県と佐賀県にあたる肥前の国の大村住忠はイエズス会の神父から洗礼を受け、日本で最初のキリシタン大名になりました。その見返りとして大村はポルトガルから武器や弾薬を提供してもらいましたが、その狙いは大村家の中で起きた内紛に勝利するためでした。大村は1574年ポルトガル出身でイエズス会の宣教師コエリオの要請を受け入れ、領民を一斉にキリスト教徒に改宗させます。さらにキリシタンたちは神社や寺院を焼き討ちし、キリスト教徒以外のものを弾圧しました。拒否する僧侶や神官を殺害するだけではなく、キリスト教徒に改宗しなかった領民たちを捕らえ、奴隷として海外に売り飛ばしたのです。彼らは奴隷を売って得た利益で新たな武器を購入していました。ポルトガルから軍事的な支援を得た見返りとして、長崎の地をイエズス会にあげてしまった大村住忠。当時の領内には6万人のキリスト教徒がいたと推定されています。この時代、九州地方をはじめ日本国内ではキリスト教徒が増加し、キリスト教の影響力が徐々に広まっていきました。その一方、一部のキリシタン大名などによってキリスト教に改宗しない者や戦いに敗れた者たちが奴隷として海外に売り飛ばされていったんです。この時代、ポルトガルの商人たちに売られた日本人の奴隷の数には諸説ありますが、少なく見積もっても数百人、多くて約5万人の日本人が奴隷として売り飛ばされたという説もあります。日本から売り飛ばされた奴隷はヨーロッパやアジアに暮らす金持ちの家で雑用に使われたり、特に女性たちは世界各地で働く船乗りのための性的な奴隷として使われたりしていました。当時は日本人だけではなく、他のアジア人やアフリカ人たちも奴隷として売買されていました。なぜポルトガル人をはじめ当時の白人たちは奴隷貿易という非人道的な行為をすることができたのか、キリスト教徒として良心の呵責はなかったのか、そんな疑問が湧いてくるかもしれません。その背景には当時のローマ教皇によるお墨付きがありました。1452年、ローマ教皇ニコラウス5世はポルトガル人に、異教徒は奴隷にしても構わないと許可を与えたことで、奴隷貿易は正当化されていたのです。当時奴隷貿易に関わった白人たちは、奴隷とする対象を同じ人間としては認識していなかったため、罪悪感を感じることなく奴隷の売買を行うことができました。キリスト教が日本で影響力を広げている状況に危機感を抱いたのが豊臣秀吉です。キリシタン大名の中には自らの土地を白人の宣教師たちに寄付してしまう者もいました。しかし、いくら信仰のためとはいえ、日本の土地を外国人に売り渡すことは容認できない。このままではアフリカや中南米、その他のアジアの国々と同じように日本が西洋諸国に乗っ取られてしまうかもしれない。秀吉はそのような危機感を抱いたと言われています。同時に秀吉は日本人奴隷貿易に心を痛めていたとも考えられています。秀吉の側近だった大村優子は自身の著書の中で、日本人の奴隷が長崎港で連行されていく様子を次のように記しています。日本人が数百人、男女問わず南蛮船に買い取られ、獣のごとく手足に鎖をつけられたまま船底に追いやられた。地獄の呵責よりひどい。日本人奴隷貿易の実態を報告された豊臣秀吉は激怒し、イエズス会宣教師の代表であるガスパール・コエレを呼びつけ、以下のような質問をします。なぜポルトガル人は日本人を買い奴隷として国外へ連れて行くようなことをするのか。それに対して宣教師のコエレはこのような返答をしました。ポルトガル人が日本人を買うのは日本人が人を売るからだ。実際に当時は一部のキリシタンたちによって同胞の日本人が奴隷としてポルトガルの商人たちに売られていました。売る者がいるから買う者がいると、イエズス会の宣教師コエロは返答したのです。こういった一連の出来事を踏まえ、秀吉によって発令されたのがかの有名なバテレン追放令です。バテレンはポルトガル語で司祭や神父を意味するパードレに由来しています。バテレン追放令が出された背景には、秀吉がキリシタン大名やイエズス会が団結し反乱を起こすことで日本が西洋諸国に侵略されてしまうかもしれないと危惧していたからではないかと考えられています。バテレン追放令が出された後も一部の宣教師は密かに布教活動を続けましたが、これによって多くの宣教師が日本から追放され、キリスト教の影響力は次第
第に弱まり、売られていく日本人奴隷の数も減少していきました。実際にはもう少し複雑で、バテレン追放令が出された理由も諸説あり、また奴隷の売買が減少した背景には秀吉側だけではなくキリスト教側の動きも関係していたということは補足して説明しておきます。もしも秀吉がバテレン追放令を出さず、日本でもキリスト教の影響力が強まっていたら、他の国々と同じように西欧諸国に侵略されていたかもしれない。そんな可能性も想像できてしまいます。当時の白人たちは一部の大名に武器や弾薬を渡し、軍事的なサポートをすることで、その見返りとしてキリスト教を広めるといったやり方をしていましたが、当時アフリカでも全く同じようなことが起きていました。アフリカでも異なる民族同士の争いが起きていましたが、白人たちはどちらか片方、自分たちに従順な民族に武器や弾薬を提供することで敵対する他の民族を襲わせ、奴隷を捕まえさせていました。日本のキリシタン大名たちが他の日本人を奴隷として売り飛ばしていたのと同じように、アフリカではある民族が他の民族を売り飛ばすといったことが起きていたのです。日本では豊臣秀吉のバテレン追放令、さらには江戸時代の対外政策である鎖国もあり、西欧諸国の植民地になることはありませんでしたが、一方白人の侵略を防ぐことができなかったアフリカは奴隷貿易や植民地支配の影響を受け、現地の社会や文化が徹底的に破壊されてしまいました。奴隷という存在の歴史は古代エジプトやローマの時代にまで遡ります。奴隷という概念自体はこの時代に初めて登場したわけではありません。白人たちが入ってくる前のアフリカでも、戦争に勝った側の人間たちが戦争に負けた側の人間たちを奴隷にするといったことは起きていました。しかし大航海時代以降にアフリカから連れ出された奴隷は、それまでの奴隷とは異なる性質を持ちました。当時の白人たちが奴隷を必要としたのは、南北アメリカ大陸や西インド諸島で経営するプランテーションで強制労働をさせるための膨大な労働力が必要だったからです。外の世界からの要請に対して意図的に奴隷を生み出していかなければいけない。この時代から奴隷は商品としての性質を持つようになったんです。奴隷は外の世界から求められる商品だからこそ大量に生み出さなければいけない。その結果、当時の白人たちは一部のアフリカ人に武器を渡し、他のアフリカ人を襲わせ奴隷を集めさせます。それまでの時代とは異なり、奴隷にする側と奴隷にされる側の間にある力関係も崩れていきました。日本から連れ出された奴隷の数は約5万人と推定されていますが、アフリカから連れ出された奴隷の数は実に1200万人にも上ります。この時代、アフリカは大量の労働力を失い、現地の文化や社会が破壊されたことで、今日まで貧困が続く大きな原因になりました。現在の日本とアフリカの間には大きな差があります。未だ経済的に貧しい生活を送っている人が大多数のアフリカを見ると、私たちとはどこか異質な世界として捉えてしまうかもしれません。しかし歴史を遡ってみると、私たちが暮らす日本もアフリカやその他の国々と同じ運命をたどる可能性が少なからず存在したことに気がつかされます。歴史を学ぶことで、今私たちが生きるこの世界に対する捉え方も変わるのではないでしょうか。最後に一つ大事なことに触れておくと、バテレン追放令が出された後も日本人が海外に売り飛ばされる事例が全くなくなったわけではありません。先日アップした動画では、唐幸さんという売春を目的に海外に売られた女性の歴史を紹介しました。こちらも合わせて視聴するとより理解が深まるかと思います。まだ視聴していない方はぜひチェックしてみてください。皆さんは日本人奴隷貿易についてどのように感じましたか？自分の言葉でアウトプットすることでより記憶に定着しやすくなります。ぜひ皆さんの感想をコメント欄で聞かせてください。最後に一つだけお知らせです。私が運営するオンラインサロンシナジーでは、YouTube 制作の裏側についてもシェアしています。例えば、どのように情報収集していますか？一本の動画制作にどれぐらいの時間がかかりますか？こういった質問をよく受けるんですけど、シナジーの中ではこれらの質問に対する回答もご紹介しています。原カンタの YouTube 活動に興味ある方、応援してくださる方がいましたら、ぜひ概要欄のリンクからオンラインサロンシナジーのホームページご覧ください。原カンタのチャンネルでは、他のチャンネルでは知ることが難しい世界の問題を分かりやすく解説しています。関心を持つのではなく、関心を持ち続けることが大切です。関心を持ち続けるためにも、まだチャンネル登録がお済みでない方、ぜひこれを機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。